ティアム。ディスワールド。お前をディスワールド送りとする。お前は世界に否定されたのだ。あれ、起きちゃったわ。残念。ぐっすり寝てる間に食べちゃおうと思ったのに。まあしょうがない。挨拶くらいはしてあげる。ようこそディスワールドへ。僕はリリ、君と同じディズだよ。ディズっていうのはこのディスワールドに落とされた存在のこと。君もお前なんかいらないってディスられちゃってここに落っことされてきたんでしょ。だから今日から君もディズの仲間入り。おめでとう。君はもう一生ここから出られず、眩しい日の光を見ることさえできないのだ。ふむ、それにしても君ってば悪魔的に弱気そうだね。そういう子はこのミヤズマに当てられてすぐ死んじゃうんだよ。かわいそうに。天使のように優しいリリちゃんは苦しみのたうち回る君の姿なんて見たくない。というわけなので、君がそんな風になっちゃう前に一思いにパクッと食べてあげちゃおうね。それじゃあいただきます。この力は収まった。今の力ってまさか。拒否反響ディズ。もう君が変な力使おうとするから厄介な奴が来ちゃったじゃん。僕が守ってあげるから、絶対こいつに食べられちゃダメだよ。話はあとあと。とにかく君が食べられたら困る事情ができたんだよ。戦う力を分けてあげるから、これから僕の言うことをよく聞いて。聞かなかった、後でその片耳だけでもモグモグってしちゃうんだから。今からこの子を君の中に入れちゃうよ。大丈夫、痛くしないから。ひょーい。
これから始まる大戦争の行方も悪魔的に安泰安泰。相棒、気づいてる？相棒にはね、とんでもない力が宿ってるんだよ。それは、なんと！こっちの世界にいるディズたちを、あっちの世界に送り返す力なのです！これってば、君の大嫌いな、あの先定者たちとは真逆の力なんだよ。先定者、もちろん知ってるよね。君をこの世界に落としたあの憎い連中のこと。その様子じゃ相棒も先定者にはかなりの恨みがあるみたいだね。そうだよね、あいつら自分たちがこいつは悪いやつって決めたら、有無を言わさずすぐにディスワールド送りにしちゃってさ、嫌な感じと話がそれちゃったけど、この世界のディズたちをあっちの世界に送る力、その力があれば何ができるか。頭のいい僕の相棒ならもうわかるよね。復讐しちゃおうよ。どうせ君自身はあっちの世界には戻れないみたいだし、この際だから思いっきりしっちゃかめっちゃかにしてやろうよ。僕らをディスってこんなところに落とした連中と、臭いものには蓋をして仮初めの平和を謳歌してる間違った世界をさ。お前をディスワールド送りとする。庇護の必要性のない女を守り殺人を犯した罪だな。お、心は決まったみたいだね。あっちの世界をしっちゃかめっちゃかのギッタンギッタンにできるね。キフフ、ついにあっちに大反旗を翻するのか。楽しみすぎてハハハしちゃう。かくして世界に否定された君の戦いは始まった。悪魔に襲われ正気の大地に踏み出した小さな一歩、その足跡は後に幾万ものディズの大軍勢を束ねるショーのものへと続いてゆく。僕からのご褒美だよ。相棒、これからのことなんだけど、とりあえずこのディスワールドでのさばってる強いディズを片っ端からボッコボコのフルボッコにして、そいつらを相棒の配下にしてくってのはどう？あ
相棒はそのうちあっちの世界をしっちゃかめっちゃかにするディズの層になるんだから。まずはこいつできるぞっていう評判をつけてかなきゃじゃん。そのうちこっちから出向かなくても強いディズが集まってくるかもだしね。とりま、こんなディズっ子一人いないお墓にいてもしょうがないし、あくまでまずはここから出ることを考えよう。やっとね。これがかわせるかな。そこでじっとしてて駆逐します。満足させてちょうだい。
始めよう、私たちの戦いを。みんなを助けたいの。やりました、やったー、 やりました。始めよう、私たちの戦いを。満足できない。Thank you.